皆さん、こんばんは。ハリウッドスター目指す男アレックスです。チャンネル登録者31名様、本当に皆さんいつも、ありがとうございます。寒いですね。サクッと行きたいと思います。実はですね、昨日、今ゲストハウスに住んでるんですけど、シェアメイトのですね、韓国からのジェニーちゃんっていうすごい美人な子がいるんですよね。もうシェアメイトの中でもアイドルみたいな。ただそんなジェニーちゃんがですね、昨晩なんとですね、もうリュウジと僕を呼び出してですね、なんだとジェニーが俺を呼んだぞと、キッチンの方に行ったんですよ。そしたらなんと餃子をですね、僕に作ってくれて、でたまたまですね、箸がなかったんで、ジェニーちゃんがですね、こう箸でこう、食べさせてくれたんですよね。でなんかそれがすごい、アイドルなんで、もう他の男性メンバーにも自慢してやろうと思って、次の日の朝にですね、もうみんな集まっているところにバザザこうバーって言って、みんな聞いてくれと、昨日実はアイドルのジェニーから餃子を俺はもらったんだと、ドヤ顔で話したらですね、みんながふんみたいな顔してですね、なんで悔しくないのみたいな言ったら、いや俺もしたことあるしみたいなやってたみたいで、ジニーちゃん、いろんな方にそういうのしてたみたいですね。ちょっと僕がなんか勝手に浮かれたっていう話なんですけど、そういった話をさておいてですね、今日はですね、国境を越えたラブ&ピース、こちらのテーマでお話を進めていきたいと思います。昨日ですね、今ゲストハウスに住んでて、いろんなこう、国の方と交流することが多いんですけど、その中で、あるフィリピンの男の子と話すことがあってですね、いろいろ話してですね、そのことはこう、お互いのことを自己紹介したりとか、いろいろ話をしてたんですけど、でやっぱお互いのことを知れば知るほどですね、やっぱいろんなことを、話の内容も深くなっていって、で最後ですね、恋愛観というかそういった話になったんですよね。ただその子っていうのが、やはりこう、同性愛者というかですね、異性ではなく、同性の人を愛していると、そういった恋愛観を持っているっていうのを打ち明けてくれたんですよね。でこれっていうのは、もちろんその初めて会った人とかにこういきなり話すっていうことはあんまないと思うんですけど、その子と出会ってですね、3日ぐらい経ってやっぱりこう、お互いのことを知って絶対あると思うんですよ。僕はもちろんこの動画を通してできるだけさらけ出すようにしてるんですけど、もちろんみんながみんなそれができると思っているみたいですし、こうなんていうかですね、国境を越えてそういった相談、もちろん僕もいろんな相談っていうかいろんなことをお話ししたんですけど、なんか分かりますかね、こう国境を越えてここまでこう分かり合えるって、僕めちゃくちゃ嬉しかったんですよね。で昨日も台湾からのシーユ君のお話を動画で上げたんですけど、こうどうですかね、今英会話で生徒さんを持たせていただいて、やっぱ皆さんにお伝えしているのが、発音とかって本当にどうでもよくて、やっぱコミュニケーション取れるかどうか、やっぱ自分のことをいかにこう伝えたいっていう気持ちと、相手のことをいかに知りたいっていう気持ちがあれば、コミュニケーションで絶対成り立つと思うんですよ。でその一番やっぱ根底にあるっていうのが、やっぱパッション、そしてラブ&ピース、これに尽きると思うんですよね。で僕本当にこう嬉しくて、やっぱ自分の、その子にとっては悩み事じゃないかもしれないんですけど、やっぱり自分のことをさらけ出すってすごい勇気のあることで、もちろん自分のプライドを捨ててそうすることによって人生は僕は本当に楽になってきてるんですよね、今っていうのは。でなんでこんなに悩み事を相談できる人にすごい僕はこうやってフォーカスして動画をわざわざ作っているのかというと、僕はもともとプルデンシャル、2年前プルデンシャルに入った時って、もう俺はもう外資系企業なぞ、ドヤ顔でですね、もう合コンとかで、もうなんかブランド品はなんかクレジット分割払い24回払いとかでもう借金してまで買って、なんかこう見せつけている自分が本当に今めちゃくちゃ大嫌いで、やっぱ自分の等身大じゃない自分を演じてですね、やっぱ人間関係を作ってたんですよ。だから本当の自分の悩みを知ってる人っていうのはもちろんいないし、本当にやっぱそういった時に出会った仲間って今ってつながってる人って本当少ないんですよね。ただやっぱホームレスフリーとありのままの自分になってやっぱ出会った人っていうのは今も本当にこうつながってるというか、やっぱそういう人はやっぱラブ&ピースでつながってるって僕は思ってます。だから今回ですね、日本に限らず、昨日は香港、台湾ですね、で次はフィリピンですねの方と、やっぱラブ&ピースで本当につながれたな、
もちろんこれからもどん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 ラブ&ピースって深まっていくし繋がっていくと思うんですけど、なんか本当に嬉しいなって純粋に思いました。だからですね、今後もですね、僕なりのこう感じたラブ&ピースっていうのをこう皆さんに発信していけたらなと思いますんで、またよろしくお願いします。ラブ&ピースって本当にいろんな意味があって、やっぱりこうラブ&ピースってやっぱフリーダムというか、やっぱみんなそれぞれ価値観とか生き方とかこう、まあ、環境がある中でやっぱりこうお互いを理解し合って、やっぱ共生して生きていく、困ったことには手を差し、困った時にはこう手を差し出し合ってですね、やっぱ助け合うっていう、そういったやっぱ仲間を僕は今探しているので、そういう中で昨日とですね今日出会った、2人の仲間には本当に感謝しています。はい、これからも発信していきますので皆さん今後ともよろしくお願いします。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男、アレクサが、お送りしました。それでは皆さん失礼します。